コモドール64はその時代最も人気のあったマイクロコンピュータの一つであり、歴史上最も売れたホビーパソコンである。マイクロコンピュータ、略してマイコンは CPU としてマイクロプロセッサを使用したコンピュータである。マイクロコンピュータは当時のメインフレームやミニコンピュータと比較して物理的に小さかった。 入出力のためのキーボードとスクリーンを装備した多くのマイクロコンピュータは現代の一般的な感覚におけるパーソナルコンピュータに近い。なお、マイコンという呼び方は1970年代から1980年代にかけて一般的であったが、同様な製品を現在はパソコンと呼ぶ。1956年7月に出版された。 ファンタジーサイエンスフィクション誌にあるアイザック・アシモフの短編小説ザ・ダイイングナイトの中でマイクロコンピュータという用語が見られる。マイクロという語が使われるようになったのは集積回路によるいわゆるマイクロプロセッサの登場によるところが大きいと実際にコンピュータの全機能を詰め込んだワンチップマイコンの登場により無意味な議論となった。 最初期のモデルはユーザーが組み立てるキットとして販売されることが多く自作もされた。最初期のありがちなスペックではたった256バイトのラムしか持たず入出力装置はインジケータライトとスイッチのみであった。ワンボードマイコンのような基板1枚のものもある。しかしマイクロコンピュータと半導体メモリが1970年代前から中期に安くなっていくにつれて マイクロコンピュータはどんどんより早く、より安価になっていった。結果、1970年代末期と1980年代はめ、爆発的な人気を得た。多くのコンピュータメーカーは、中小企業向けのマイクロコンピュータを開発した。1979年には、クロメンコ、プロセッサテクノロージー、インサイ、ノーススターコンピューターズ、SWTPC、オハイオサイエンティフィック、 あると、モローデザインズなどの多くの企業が工夫に富むユーザー、または中小企業に会計、データベース管理、文書作成などのビジネスシステムを提供するコンサルティングファームのためにデザインされたシステムを生産していた。これはミニコンピュータのリースの負担、もしくはタイムシェアリングサービスの利用ができないような会社がコンピュータを操作するフルタイムのスタッフを雇わずに 仕事を自動化することができるようになった。この時代の代表的なシステムは S100 バス、インテル8080 80や Z80 などの8ビットプロセッサ CP-M と MP-M のどちらかのオペレーティングシステムであった。個人使用のためのデスクトップパソコンが入手できるようになり、性能が向上したことは、より多くのソフトウェア開発者の注意を引きつけた。時間が経ち、 産業が成熟し、パーソナルコンピュータの市場は、大型 MSDOS が動作する PC、AT5 換気として企画化された。現代のデスクトップ、ゲーム機、ノートパソコン、タブレット PC、携帯電話や電卓などのハンドヘルド機器、組み込みシステムは、蒸気の定義により全てマイクロコンピュータの例と考えられるかもしれない。入出力が揃ったコンピュータ意識を指しての、 マイクロコンピュータという故障、特にマイクロやマイコンという短縮型は1980年代中頃から顕著に減少し、現在では一般的ではない。現在ではマイクロコントローラとも呼ばれる周辺回路や小規模のメモリをワンチップに組み込んだ組み込みシステムに使われるマイクロプロセッサを指して使われるのがもっぱらである。マイコンという故障は、 最も一般的には、オールインワンの8ビットパソコンないし、ホビーパソコンと第一世代の中、小企業用マイクロコンピュータと関連づけて使用された。現代のマイクロプロセッサーベースの多様な製品は、マイクロコンピュータの定義には合うが、そのような製品はもはや通常は、マイクロコンピュータとは呼ばれていない。一般的には、マイクロコンピュータという用語は、一人の人間が、 使用するようにデザインされたことを意味するパーソナルコンピュータまたは PC という用語に置き換えられた。IBM は最初他のホームコンピュータと呼ばれていたマイクロコンピュータや IBM 自身のメインフレームやミニコンピュータと区別するためにパーソナルコンピュータという用語の普及を促した。不幸にもその用語同様パーソナルコンピュータと呼ばれた。 マイクロコンピュータそのものが広く模倣された。IBM PC の構成部品は他メーカーも使用可能な一般的なものであり、PC のソフトウェアである BIOS もクリーンルーム設計を通じて他の企業にリバースエンジニアリングされることで同等のものが作られた。IBM PC のクローンが一般的なものになり、またパーソナルコンピュータや PC という用語が世界的に一般化した。 モニター、キーボードなどの入出力のため装置は本体と一体化している場合も分離している場合もあった。ラムと少なくとも一種類の不揮発性のメモリ装置が一つのユニットとしての CPU とフロントサイドバス上で結合されていた。マイクロコンピュータシステム全体はバッテリー、電源回路、ユニット、キーボードおよび操作者と情報のやり取りをする。 様々な入出力機器などで構成される。マイクロコンピュータは一度に一人のユーザーが使用するように設計されたが、ハードウェア、またはソフトウェアを修正することで複数のユーザーが使用できるようにしたものも多かった。マイクロコンピュータはユーザーが容易にアクセスできるように、机やテーブルの上、または下に設置された。当時のミニコンピュータ、メインフレーム、スーパーコンピュータなどの より大きなコンピュータは大きなラックや専用の部屋が必要であった。マイクロコンピュータは少なくとも一種類の記憶装置を装備している。いくつかのマイクロコンピュータはラムのみを用いて処理を行うが通常は何らかの補助記憶装置の使用が望ましい。家庭用マイクロコンピュータの初期にはこれはしばしばカセットデッキであった。後に二次記憶装置が マイクロコンピュータ自身に組み込まれた。マイクロコンピュータのコレクション。プロセッサーテクノロジーのソル -20、3つのアルタイル8800、TB タイプライター、Apple i1968 年頃に発売された、ヒューレットパッカードの計算機は、マイクロプロセッサを使用せず、TTL を用いて設計されていたが、マイクロコンピュータと呼べるほどの様々な、 プログラム能力の水準を含んでいた。HP9100 バイトは基本的な条件、ステートメント、ステートメントの行番号をジャンプステートメント変数として使用することのできるレジスタ、および原始的なサブルーチン機能を持っていた。プログラム言語は様々な面でアセンブリ言語と類似していた。後のモデルはよりベーシック言語を含む多くの機能を追加した。 いくつかのモデルはテープストレージと小さなプリンターを持っていた。しかしディスプレイは一行に制限されていた。HP9100A は1968年にサイエンス市内での広告でパーソナルコンピュータと称されたが、この広告はすぐに取りやめられた。政府の調達と輸出の手続きが複雑になることから、HP がそれらをコンピュータと呼ぶことを渋っていたことが疑われている。 1970年に CTC が開発した DataPoint2200 はおそらく最初のマイクロコンピュータの最も良い候補である。これはマイクロプロセッサを含まないものの、インテル4004のプログラム命令セットとインテル8008を元にしたカスタム TTL ロジックを使用し、実用的な目的のためにシステムはおおよそ8008を含んでいるかのように動作する。 これはインテルがデータポイントの CPU を開発することを担当していたが、20個のサポートチップが必要であったので、CTG が8008によるデザインを拒否したためである。別の初期のシステムカンベイス -1 は1971年にリリースされた。ダタポイント2200のように、マイクロプロセッサの代わりに統合していないトランジスター、トランジスターロジックを用いたが、 ほとんどの場合マイクロコンピュータのように機能した。教育用、趣味用のツールとしてマーケティングされたが、商業的には成功せず、発表後すぐに生産が中止された。注目に値する別のシステムは、マイクロルである。これは1973年に、フランスの会社から発表され、8008で動作していた。これはキットではなく、完成品として販売された。 最初のマイクロコンピュータであった。初期のマイクロコンピュータはほぼすべて基本的にワンボードマイコンかライトとスイッチを持つ箱であった。使用者はプログラムを作ったり使用したりするために二進数と機械語を理解する必要があった。これらのスイッチの箱形式のマイクロコンピュータの中で3つのアルタイル8800は間違いなく最も有名であった。 初期の簡潔なマイクロコンピュータのほとんどは電子キットとして販売された。およそ1971年から1976年までの期間をマイクロコンピュータの第一世代と呼ぶことがある。これらのコンピュータは技術開発と趣味人の個人使用のためであった。1975年、プロセッサーテクノロジーの EN ソル -20 がデザインされた。これは コンピュータシステムのすべての部品を含んだ一つのパーツから構成された。ソル -20 はスイッチトライトの列をエミュレートする内蔵のエプラムソフトウェアを持っていた。趣味でコンピュータを扱う人の興味を喚起するということについて、アルタイル8800は重要な役割を果たしたと言われる。このことは最終的にマイクロソフトやアップルのような多くのよく知られた。 パーソナルコンピュータのハードウェアとソフトウェアの会社の設立と成功に至った。アルタイル自身は商業的にそこそこ成功しただけであったが、後に巨大な産業の引き金となった。1977年にはホームコンピュータとして知られている第2世代のマイクロコンピュータが登場した。これらはしばしば実用的なエレクトロニクスに対する深い知識を必要とした第1世代のものより、 はるかに使いやすかった。モニターやテレビと接続することができ、文字や数字をビジュアルに操作できるようになった。プログラム機能は、全世代の機械語そのものより学習と仕様が容易であったベーシックプログラム言語が標準搭載されるようになった。これらの機能は、当時多くの愛好家やメーカーが慣れ親しんでいたミニコンピュータではすでに一般的だった。1979年、 最初にマイクロコンピュータをコンピュータ愛好家の趣味からビジネスのツールに変えた表計算ソフトであるビジカルクが登場した。IBM PC が1981年にリリースされた後、パーソナルコンピュータという用語は一般的に IBM PC のアーキテクチャと互換のマイクロコンピュータのために使用された。ありがとうございます。